見てもですね、非常にさもうスピードがありね、シャープだったですね。さて第1ラウンドのゴングが鳴ります。先ほどの記者会見で大場は第1ラウンドはじっくり見ると言っておりました。白いトランクスの大場、ブルーのトランクスに白いストライプスが入りました。チャチャイであります。チャチャイとしては今晩のウェイトが109ポンド4分の1、大場も減量は苦しいんですけれども、チャチャイもウェイトは苦しいわけで、おそらく白井さん、おっと、これは効いてますね。強いパンチですね。今の強かったですよ。早いラウンドからおそらく攻めてくるでしょう。油断はいけませんね。大場といえばこの前の、ね、年間最高試合になりましたアモレスとの試合で第1ラウンドダウンを喫しまして、そのダウンを跳ね返して第5ラウンド、右のフック、チャチャイの右のフック、チャチャイの右のフック、第1ラウンド、大場クリスト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 、足に来てます、足に来てます、足に来てますね、足に来てます、第1ラウンドダウン、大場足に来てます。これはどうか、チャチャイの右のすごい、おっ、いい、これ左、さあ攻めた、今度はチャチャイの左です。第1ラウンド大場ダウン、おっ、まだフラフラしています、まだフラフラしています、チャチャイの攻め、オーバーの方がいいですね。さあここはどう攻めるか、オーバー第1ラウンド苦しい勝負、前回の4回目の防衛戦と同じように第1ラウンドダウンを喫しましたオーバーであります。何とかこう頑張らなきゃいけないんですね。まだ右、さあ苦しい試合になりました第1ラウンド。さあここはどうしますかね、白井さん。もうね、とにかくもう攻撃しちゃった方がいいんですよ。オーバーは姿勢になっちゃいかんですね。足を切り出してますね。またチャチャイの左が入りました。さあなんとか持ち越さないといけないですよね。そうですね、あの右のフックはあのストレートで打ってましたが、ああいうフックはあまり打ちませんでしたからね。そうですね、あのロングフックですね。さすがにベテランのチャチャイ、いいか、おっと、また右、ちょっと危なかった。ロングフック気味のパンチが大場の顔面を捉えまして、第1ラウンド大場ダウンであります。よく大場は第1ラウンドに、体がなんかこう浮いてる感じでダウンを食うってことができましたかね。ちょっと調子がね、あの、まあ、つきにくいってますかね。今レフェリーの吉田さんからナックルが当たっていないという注意であります。ちょっと足がまだ変ですね。大きく振り回しますチャチャイ、スピードはそうないようですが、そのパンチを食いました大場。さあこの第1ラウンドをどう切り抜けますか。なんとしてもね、このラウンドをね、うまく持ちこたえないといけませんね。そうですね、とにかくチャチャイも最初からもう勝負かけてきてますからね。右から左を打ちましたチャチャイ、かなり強いパンチです。チャンピオン苦しい、チャンピオン大場苦しい。さあおっと、また右、これは当たりませんでした。第1ラウンドあと15秒残っています。第1ラウンドあと15秒、チャチャイが左を使って右を打っています。大変苦しい大場、第1ラウンドです。大場右を打った、第1ラウンド終わりました。第1ラウンド終わりました。こちら側がチャンピオンの大場のコーナーです。試合は第2ラウンドに入ります。チャチャイ大場の体格比較、身長森一も大場があります。チャチャイは白井さん、はい、過去2度タイトルを取ってですね、はい、世界タイトルの8度経験して、はい、4回防衛してますね。そうですね、キャリア10年、やはりあれですね、1回目からね、あのロングフットを決めたってことはなかなかやはりね、長いキャリアですね。小林さんね、はい、チャチャイのパンチはスピードはどうなんですか。いや今の右のストレートあったですよね。あの最初のオーバーを倒したロングフックですね、あれはどうなんですか、スピードは。先ほどあったと思わなかったんですけどね、振りだったんですからね、いきなり抜けしたいですね。それまともにオーバー切ってしまったですからね、まあ、スピードというよりね、いい角度でね、本当に比較っていうんですかね、オーバーに目がないようなところから打ちましたね、あれ食っちゃったんですね。オーバー君はあの左のガードを触り気味ですからね、よく研究されてますね。この前の防衛戦のアモロス戦にも第1ラウンドダウンを喫しました大場、それをこの第2ラウンドから跳ね返して結局第5ラウンドナックアウトに破っておりますが、果たして第1ラウンドのダメージがどの程度ありましょうか。チャンピオンの大場、波乱に満ちました新春早々のフライ級タイトルマッチ、大場5度目の防衛戦。何か大場はですね、治ってきたようですね、幾分。そうですか、はい、そうですね、今のね1ラウンドいっぱいはもう足が痙攣して動かなかったです。ひどかったね、しかしよく持ったですね。しかしコーナーに帰ったらよくマッサージしてもらったですからね、良かったと思うんですよ。
よく大場はあの第1ラウンドにダウンを期してその回復は早いんですが、果たして今回はどうでしょうかね。ダメージの回復が早いですか。なんとなくね、よくなってはいますね、スピードもかなり乗ってきたんです。チャンピオンの大場は仕上がりも順調で、ほとんどのマスコミ関係の楽勝の声が高かったんですけれども、それだけにね、怖いんですよね。思わぬダウンを第1ラウンドに期しました、はい、本当にお、やばい、やはりあのユーリセスというのはね、もう目に見えない油断といいますかね、これがよくあることですからね。このチャチャイが日本に来たときに、チャチャイの怖いのはやはりパンチの強いことであると、そういうことを政権事務の本田会長は言ってました。ああ、そうでしたね。もう本当にね、この人は、まあ、稲妻というね、あのニックネームの通りね、あれはシャープだしね、打つ時はもうものすごいスピードで打ってましたからね、パンチの威力ってのは衰えてないですね。そうですか、小林さん、あのパンチですね、あのパンチ、あの大きいパンチね、あれが怖いですよ。試合は第2ラウンドに入っています。第1ラウンドはあの大きいパンチを切りまして、チャンピオンの大場がダウンを期しております。チャチャイは30歳です。しかしパンチのキレはなかなかのもの。第2ラウンド終わりました。第2ラウンド大体イーブンでしょうか。大体イーブンですね、はい、チャンピオンの大場のコーナーです。精神的な焦りと言いますかね、これはどうですか、白井さん。あのね、まあ、さっき言った通りね、やはりその試合前のね、こう予想がいいとね、こう目に見えない油断っていうのはよくあるものなんですね。それがあったのか分かんないですね。現状どうですかね、焦りはもうありませんか。第1ラウンドダウンしたという、そうですね、今はねないですね。あの2回目なんか非常に冷静にやってますしね。小林さん、はい、これからの場面でチャチャイのパンチで怖いのは何でしょうね。そうですね、フェラーの右ですよね。ロングフックですか、おー、それからね、大場がね、左の肩を下げてね、下げて打っていくと、右のロングフックを打つんですよ。これ気をつけた方がいいですね。左のガードですか、結局大場の、はい、そうですね、ガードね、打ったと下がりますからね、左の肩、左の肩、これをね、下げるとやっぱりいけないですね。大場が、これから右が当たった、また挑戦者のチャンピオン、大場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 はね、気が強いですね。そうですね、やはり打たれるとファッと反撃するところなんかなかなかいいですね。ちょっと打たれますと気の強い大場、跳ね返すようにまた打ち返します。ですね、長いキャリアでチャチャイはね、試合がうまいですよ。もう変なね、自分がこう変な下の方からね、こうクロスを打ったりね、大場の分からないようにして打つ、これがうまいですね。大場のワンツー、あまりフットワークを使いませんチャチャイ、体ごと打ち込むようなパンチでやります。今白井さんがおっしゃった分からないようにパンチというのは右のフックですか。右のロングフックね、 あれは四角から来るから見えないんですね。本当に分からない。そうですか。大場としてはもっと足を使って離れてジャブを打ちたいんでしょうが、第1ラウンドにダメージがありますからね。そういうことですね、まあ、大場は本当に足を使ってですね、やはりリーチがあるんですからね、離れて戦った方がいいと思いますけどね。大場が左を使いますと、チャチャイは右のロングフックを使います。試合は第3ラウンドに入っています。さあ大場右、大場のナックアウトパンチ右、状態をよく使って相手のパンチを受けます挑戦者のチャチャイ。大場のボディアッパーブロー、
くね、ペースが戻ってきたですね。そうですか、だからね、戻ってきた、左から2、第3ラウンド終わりました。イーブンですね、このラウンド、はい、この放送は日本テレビをキーステーションに全国24局を結んでお送りしております。また同時に、インド洋上の通信衛星を使いましてタイのバンコクに送られております。バンコクは今午後6時半でありますけれども、だいたい1000万人の人が平井さん見てるそうですね。あ、すごいですね、国民全部のだいたい4分の1ですか。いや本当にですね、もうチャチャイというのは人気があるそうですね。人気あるんですね、この人は。試合は第4ラウンドです。第3ね、はい、第1ラウンドにチャチャイの右を切ったでしょ、はい、大場はあれで右あの左が使えなくなるってことありませんか。やっぱりね、 ある程度そうかもわかんないですね。またそんでね、使わなきゃいけないんですよね。レフトをね、スピードに、はい、使わないとね、やっぱり右を食いますからね。大場の左ボディから右ストレート、これは最近新しく覚えましたテクニックです。大場の左のアッパーです。小林さんね、はい、ボクシングの力、勢い、はい、それからフットワーク、こういったもんではもうずっとチャンピオンの大場の方がいいんですよね。勝っていますけれどもね、チャチャイは一つ濃厚さということですか。そのキャリアですよね。その不意をついて打つパチとか、そういったそのテクニックってものは本当にここに来るそうですよね。それにもう冷静ですね、チャチャイは。チャチャイはね、無理しないんですよね、もう肝心なところだけをね、うまく攻めてね、あまりその体つかないってことがなかなかやっぱりうまいですね。まっすぐストレート打った、まっすぐストレート打ちました。オーバー右のストレート、このテーマ効いてるかも。チャチャイはね、同じ打たれてもね、相手のパンチを殺してますね。うまいですよ、そういう点は。まともに食わないということでね。まあなんつってもオーバーですね。レフトを本当使うことですね。スピードないんですけど、あれ食いますね。そうですね。どうなんですかね、あのパンチは。どうないのですかね。右のロングフックですね。ゆっくり出すようなパンチですが、チャチャイ。なるほど、今よく見えましたね、大場のベルトラインの辺を見て、手は頭の方を押さえですね、なるほど。おそらくね、大場のちっちゃいのね、下を見て打ってるんじゃないですかね。そうですね、大場の足を見て、それだから大場がね、気がつかないんですね、きっと。この辺は老後と言いますかね、ごまかしがうまいと言いますね。景色はうまいですね。またあの右です。うまいですよ、あれは。大場のワンツー、第4ラウンド終わりました。このラウンドはどうですかね。ややチャチャイがいいですか。はい、うまいよ、スピードはないけどね。さて試合は第5ラウンドを迎えます。やっと5ラウンドという感じですね。そうですね。この後の中盤の試合展開は白井さん、どう予測されますか。これはですね、もう中盤あたりから大場がね、だんだんと足がね、生きてきてですね、レフトこれも良くなると思うんですけどね。これはまあ予想なんですけどね。小林さん、チャチャイのパンチは終始あの右のロングフックですね。そうですね、あれ怖いですよね。しかし大場君だいぶ食わなくなったですよね。スピードもね、乗ってきましたね、前より。あれですよ、あれですよね、あれね、遅いんですけど食いますね、大場。第1ラウンドにあのパンチで大場ダウンしております。さあ大場が攻めた、うまくアームブロックでチャチャイ避けます。大
はあの一発強いパンチよりねスピードのパンチ、これを数打った方がいいですね。視線を下の方に落としまして思い切って右から顔面を狙います。チャチャイのロングフック、この大場君の人だったら負けん気ですよね。そうなんですよ、あの一覧であれだけのダメージを与えられてですね盛り返すっていうこの気持ちですね、そういう根性してますよね。おっとうまく避けた、ヘッドスリップで大場の右のストレートを避けました。チャチャイは、はい、大きくですとねやっぱりあのうまいですからね避けるのは、だからもう悪いねショートで打った方がいいですね。軽快なフットワークを使って左を使い右を打つというボクシングは第1ラウンドのダウンで大場あるいはできなくなったのかもしれません、うん、おっと空振り、狙ってますね、狙ってますね。チャチャイは言います、金のためで挑戦するのではない名誉のために挑戦するんである。今日はですね、はい、テレビ見てるお客さんがですね、大場君が果たして何なのに気をするかってその気持ちをですね、実は僕も思い出したわけです一緒に、いやしかしチャチャイはうまいです。まあ実際ねこの1回目にねあんなこの一つのねハプニングはあるとは思わなかったですね、もうヒヤッとしたでしょみんな。今の大場の力からいってああいうパンチはねあまり食わないという気がしましたね。そう思いましたね、はい、衛星中、はい、チャチャイのやはりうまさじゃないですか。試合は第5ラウンドです。衛星中継によって大国も出られております。この試合おそらく大国のクイポン国王もご覧になっていらっしゃるかと思います。第5ラウンド終わりました。第5ラウンドイーブンです。試合は第6ラウンドに入ります。ラウンドステージ、平井さん、はい、大場としてはもうジャブですね。そうですね、もうジャブストレートね、ジャブストレート、もうこれがもうあれですね、右側のショート、まだ大場としてはね、その焦点がちょっと合わないようなんですね。そうですか、ですからね、あんまりこう離れてね、ロングで打つのはやっぱり良くないですね。ショートで決めといて、そしてあのだんだんとロングに打つならいいんですけどね。小林さん、それはやはり第1ラウンドのダウンがまだ肉体的にダメージが残ってる、やはり精神的にもあると思います。チャチャイは落ち着いて試合を進めます。冷静です。あのパンチ、あれは危ないんですよね、今あのなんて言いますか、ちょっと先端をかすったんですけどね、あのフェントをかけるんですね、目でフェントをかけるような感じなんですね、もうあのパンチしかないと言ってもいいんですよね。そうですね、ほとんどもうあのパンチですね。やはりあのロングフックが気になるんでしょう。大場は左があまり使えません。これね、あの休ましちゃいけないんですよね。攻めることですね。もうとにかく攻めることです。もうクリンチもできるだけしないでね、攻めた方がいいですよ。大場チャチャイ、両選手の顔面がやや腫れてまいりました。第6ラウンド。チャチャイのアッパー、なかなかいいですよ。大場はね、今の攻撃アッパーからの右のフック、アッパー怖いね。小さく突き上げます、チャチャイのアッパー。そうスピードはないようですが相手の顔面を捉えています。チャチャイ、下を向いて前進しながら右を振るんですね。そうなんですよ、だからね大場もねまさか打ってくるとは思わない、これは飛んでくるでしょ、それで切っているんですね。
チャンピオンの大場としてははっきりポイントを取りたい。ラウンドは続いています。左のアッパーです。顔面。第6ラウンド終わりました。このラウンドもイーブンでしょうかね。なんかそういう感じですね。お客様にお願いいたします。物も絶対に取りませんようにお願いいたします。試合は第7ラウンドに入りますが、それではここで両コーナーに一つレポートしてもらいましょう。チャチャイの方のコーナーの芦澤アナウンサー、はい、コーナーの、はい、どうですか。比較的ですね、落ち着いたムードなんですけれども、ちょっとマネージャーのプライオさんに聞いてみます。思い通りの試合展開になっているかどうか。このと紹介っていうのだんだん計画ですか。通り近くけどチャンス今狙ってます。そうです。プライオマネージャーはですね、今ウクリットさんの通訳のように、思い通りの試合ができていると。そうですか。でいつかチャンスを狙って、ノックアウトパンチを出すと、こういったところです。必勝を確信しているわけですね。はい、なるほど。このラウンドは今度はチャチャイは左を使っています。なかなかね、いいんですよ。であの右ノックをね、2度決めてますからね。チャチャイとしても長いラウンドはおそらく嫌でしょうから、中盤で勝負ということでしょうね。そういうことでしょうね。赤コーナーの大場の方のコーナーの倉持さん、はい、どうですかそちら側は。そうですね、やはりあの1ラウンドで受けました右足のダメージ、これが大変気になっているところなんですけれども、4ラウンドの1分間のインターバルにですね、お湯が届きまして、今オンシップを当てたところでだいぶ右足の動きが良くなってきたようです。まあ、逆転のパターンに近づいてるんじゃないでしょうか。逆転ができるということですね。そういうことですね。なるほど。はは、白井さん、右膝がですね、かなりやはりしびれてるんですね。第1ラウンドですか。それでやっぱりずっと足が好調してるようなんですね。左のボディーブローから右の顔面へ。チャチャイはこのラウンド勝負をかけてますね。なんかね、初めからちょっとうまく打ってますね。そうですね。左のからね、右のロングフック、これも決めしたし、ボディーブローもなかなかいいですね。そうですよね。ワンツー、大原ワンツー、いいですね今のワンツー。もうあれからすぐまた速攻したいですね。チャチャイのワンツーです。オーバー打ち返します。オーバー右のアッパー、オーバーの右のアッパー、オーバーのワンツー。この辺は一進一退です。平井さんね、はい、前回のアモレス戦ではオーバーの連打が出ましたね。そうですね、今日はまた連打が出ませんね。本当の連打は出ないんですよね、オーバーらしい連打ってのは。これはあのチャチャイの避け方がうまいからですか。まあ、そういうことですね。乗ってこないんですよチャチャイってのはね。乗ってこない、はい、そのためにオーバーの本領っていうんですかね、これがちょっと出ないんですね。オーバーの左バッターです。やはりボクシングというのは相手がこううまく合わないとなかなか打てないものなんですね。相手によってですね、もう良くも悪い、悪くもなるな、これが本当のボクシングなんですね。第7ラウンド終わりました。こちらいいラウンドですか。ちょっといいようでしたね。大場のコーナーです。あと8ラウンドですね。ちょうど真ん中、真ん中ですね。1万人のお客さんからも大場頑張れという声が飛んでますがね、なんとなくいつもの大場のボクシングじゃない。ちょっとね、そういう意味でね、甘いんでしょう。相変わらず大きい右のフック、それからフックは危ないですよ。状態をうまくくねくね使います。
小林さん、はい、30歳という年齢から言ってチャチャイのスタミナはどうなんでしょうね。そうそう、それも心配したんですけどね、本当にうまいですね。スタミナの配分もですね、自分もちゃんと考えてやってますね。無駄な動きとか大振りのパンチをしないとか、そうなんですね、ですね、結局消耗しないようにやってるわけですね。そうですね、考えるボクシングですね、ややチャチャイのパンチが乱れてきましたか。まあこの辺から大場の本領が出てくるとですね、いいんですけどね。8区10というのはラウンドとしても苦しいところです。相手を突くような左のストレートを打ちましたチャチャイ。6号ですね。なかなかクリンチワークもうまいですよ。もうスムーズにスーッと入ってですね、大場のワンツー、これいいですよ、うん、さあどうかチャチャイも打ち返します。いい今のコンビネーションね、あれは良かったですね、あれがやっぱり従来の大場ですよ。やっと大場らしいボクシングが出ました。第8ラウンドやっと出ました大場のボクシング。これでね、追い込んじゃったのがいいですね。大場はこれでもうスタメンの勝負選手を休ませた感じよ。チャチャイホールド気味、あと1分あります。いや、あと10秒あります、50秒あります。大場右、大場攻撃、いいんですよね。オーバーラッシュ、オーバーラッシュ、オーバーラッシュ。ただね、感覚を合わないようにすることですね。もう勢い乗ってますけどね。カウンターを狙ってるチャチャイ。あと20秒。そう、これを休ませないでやることです。冷静にカウンターを狙うチャチャイ。やや大場のパンチが乱れた。第8ラウンド終わりました。このラウンドは大場優勢のラウンドですね。そうですね。白井さんね、大場の連打、今のラウンドですね、スローテープで、これの攻撃どうですか。あ、なかなかいいですね。非常にパターンがいいですよね。もうワンツーからすぐまた追い込んでワンツー、これが良かったですね。それとアッパーがありましたね。やっと大場らしい第8ラウンドの後の第9ラウンドはどうか。で、大場がね、だいぶ打ったでしょ。やはりね、疲労ってのがあると思うんですよね。打った方にも疲労があります、はいはい、もう打った方にね、ものすごく、ね、疲労があるわけですよ。だからここでね、カウンターを食わないことですね、この辺が一つの中盤の山場ですね。そうですね、山になりますね。チャチャイもだいぶ打たれて疲れてますからね。放送席、はい、本田さん、はい、このラウンドの残り1分ご注目ください。残り1分、残り1分に勝負に出るとこういう、このラウンド、はい、このラウンドです、そうですか、はい、ご注目ください、大場の方のコーナーのクラブチャナウンサーのレポートがありました。そうですか、なるほど、そういう作戦ですね。ちょっと右の、はい、これはチャンスがあるんですよ。大場ももちろんありますしね、相手のチャチャイにしてもね、かなりのチャンスあると思うんですね。大場があるでしょ、前のラウンドにね、かなり打ったでしょ。そうです、ちょうど後ろしてると思うんですね、はい、どっちがそのうまくね、そのチャンスをつかむかということですね。そういうことですよね。予定の1分より前に、残り1分より前に大場の右が当たりました。おそらくここから始まるでしょう。だんだん大場らしいボクシングのパンチが当たってきてるんですが、あと相打ち、今の相打ちですね。今の相打ち、相打ち怖いですよ。ショートパンチの方はひょっとするとチャチャイの方がパンチがあるかもしれません。
ックの右。さあ残り1分のラッシュというのがちょっとタイミングが取れませんですね。ちょっとねこのラウンドは、まあ、まずなんとか掴まなきゃいけないですね。オバも攻めるところですね、うん、白井さん、はい、チャイのロングキックは出なくなりましたね。ちょっとスピードも、ね、なくなりましたね。大間の方当たってますもんね。リング中央の打ち合いで第9ラウンド終わりました。このラウンドも大場ですね。はい、さあ第10ラウンドです。チェチャイも右のロングフックですか、あれが出なくなったですね。ということでだいぶ疲れてるんじゃないですかね。あれはそうしますと、やはり疲れてはで、あ、これですね、これですね、疲れてはたいあのうまく当たりませんかね。このパッチもそういうことですよね。白井さんね、あの右のロングフックが非常に投げやりに打つような感じがするんですが、そうなんですね、よく相手の顔に当たりますね、あれがうまく当たってたんですよね。ボディーから顔面、ああいうパンチもあるんですね。珍しいパンチですね。ロディーからね、あんまりダブってね、このラウンド初めて見せました。今度左のコアがね非常に良くなってますね。盛んにボディを打ちます。チャチャイ同行ですね。いろんなパンチを見せますね。本当ですよ。確かに相手が打ってくるとマークをこうクリンチに持ってくることね、なかなかやっぱりうまいです。この前の前の第8ラウンドから強気に攻めているチャンピオンの大場。大場の右、左で大場のボディを狙っています。チャチャイ、このパンチですね。今度は右のボディブロー。あれですね、正月早々その皆さん、全国の皆さんが肩を凝ったような正月ですね。ポイントの方ですがね、第1ラウンドに大場がダウンしてますから、このラウンドは5対3でチャチャイ、それから4ラウンド、7ラウンドあたり取ってますから、大場の取り返しと8区を引いてもですね、まだ、1ポイントぐらいチャチャイの方がいいということですね。2ポイントぐらいいいですかね、チャチャイの方が。勝負は、はい、このムードでいきますとね、まだちょっとありますからね、あと5ラウンドあるでしょ。そうするとね、あのまあまあということは考えられるんですけどね。もう一本右が当たりました。あの勢いですね、大場のあの勢いで打ってたらいいですよ。大場は頭の中を振ってますかね。ちょっとね、意識してますね。額に血が流れています。大場頭の中を振ったようです。左ジャブから右ストレート、さあロープに決まりました。ちょっと力んでますね大場。もっとね、ショートでね、力まないでね、ショートで細かく打った方がいいですね。オーバーのミドルストレートです。オーバーのパンチがね、でもあの右なんかね、ことに当たるようになってますよね。ボディブロー。第10ラウンド終わりました。このラウンドもオーバーですか。はい、そうしますとあと11から5ラウンド残ってますが、あのパンチがどれだけ決まるかでオーバーの勝利があるかどうかということですかね。そうですね。平井さん見てますとね、チャチャイはあの各ラウンドの前半いいんですが、終盤に来ますと各ラウンド動きが悪くなりますね。悪くなりますね。やはり疲れてるんですね。若者、若者、細かくやるよ、細かく。
平井さん、はいはい、それから小林さん、はい、お二人とも世界タイトルマッチで15ラウンドを何回も経験されてますがね、はい、11ラウンドぐらいというのはどういうような気分ですか？そうですね、残りのラウンドを気にしますか？やはりしますね。平井さんいかがですか？ね、11、12ラウンドというのはやっぱり一番疲れるんじゃないかと思うんですね。そうですか、はい、13になりますとね、あと2回だと、こういうことでね、やっぱりこう気の持ちようなんでしょうけどね、意外とその気が楽になるんですよね、はい、そういうこともあるけどね。そうしますとね、この辺では今の大場君の心境としてどんどん出てってですね、スタミナを使い果たしてしまってはいけないなという気持ちありましょうかね？もうちょっとムード乗ってますからね、もうガッとね、もう攻めることですね。そうです、攻めに回った方がいいですよ。小林さん、今リング上の大場選手に何の相手したんですか？ボディーブローですか？いや、そうですね、はい、チャンスですからね、はい、疲れてますから。さあ、チャンスを迎えた、チャンスを迎えた、ここをどう攻めるか、どう攻めるか、大場チャチャイもカウンターを狙っています。あ、カウンターですね、これ。そうね、カウンター。しかしね、もうちょっと疲れてますよ、チャチャイは。得意の右を決めたい、大場。これは入った、これは入りました。また右のストレート、チャチャイも小さいアッパーを打ち上げます。今度は左のボディーブロー、ワンツー。大場の方が決まってますね。もう多いですね、数も多いですね。大場のペースになってきた感じですね。そうですか、やはり疲れましたね。ややチャチャイの足が乱れています。右のストレート当たりました。大場の今のラウンド最後に当たりました右のストレート。あ、2発当たったんですね。入ってますね。もう大場がいい時はね、もう続けて打ちますからね。残り4ラウンドです。なんか一波乱来そうですね。一波乱ありそうですか、30歳のチャチャイ、23歳の大場。おっ、今度はチャチャイの左。1万観衆大歓声。ちょっと油断しますと左が来ます。そうなんですよ、油断しちゃうんですね。全く大場らしい速攻になりましたね。チャチャイの顔面も歪んでいます。第1ラウンドのダウンシーンといい、8ラウンド以降の大場の攻めといい、大場足が足がですよ。チャチャイはしかしあれですね、このラウンドも完全に左を狙ってますね。狙ってますね。まあ疲労はしてますけどね、やはりもう感じなところうまく狙ってるんですよね。また左、人を演じます両選手。こうなると白井さんも、まあ、俗な言葉ですけども、根性で戦ったということでしょうね。本当に記録ですね。大場のワンツーが当たれば、チャチャイの光が当たります。もうこの人無心でやってるんですよね。あ、無心ですか、もうこの時は。もう何も考えないで、もう自然に打ってるわけですよ。こういう時にね、白井さん、はいはい、誰の顔が見えますか、客席で。なんて言いますかね、もう顔なんてのは見えないでしょうね。見えませんかね、はい、おっぴ、これよかった、これ
立ちました、さすがに立った、立ちました、チャチャに立った、ここは執念、5度目の防衛なる、大場5度目の防衛なる、大場5度目の防衛なる、12ラウンドナックアウト勝ち、壮烈な試合でした、まさにフライ級史上を飾ります、壮烈な試合でした、大場5度目の防衛なる、フライ、世界に正式のチャンピオン。第1ラウンドのダウンを跳ね返し、ですか。今日は一つ。